多分これバードサンクチュアリじゃないですかね。よっ。ん？よっ。ちょっと待ってください。セットをもう耳当てに耳通して、これでよし。前向けて GoPro もこれよし。別によう、あ、そうか、ね、3D で見るための資産の指標となるやつですかね。よし、うん、鳥見れるってほど見えないですね。でも野鳥誘致はしてると思う。ビアンキ乗りの人いらっしゃいません。いや、そう立体視できるっていう。お客さんっぽいですね。うん、人よけ、ああかな。あれ、こんなんいたっけ。カデヤシ、メダカ、ドジョウ、うん。アンドロイドみたいですね。あそこドジョウの尻尾だけ出てる、かわいいな。あれ土壌だよね。土壌があの砂に潜ってるんですけど尻尾だけ出てる。ん？窓越しに。あれはハトっていうか、なんか猛禽類的なやつじゃないですかね。あれもやっぱ鳥よけなのかな。うーん、及川とか、ん？ RV ん？何、生放送。さて、じゃあ帰るかな。うん、ん、イコナ W500 では何の固めですかね。サバはいないと思うな、淡水だし。今日はなんと前の方がちょっとあの傾いてます。普通の自転車っぽい比重の、あの前後比バランスになってますね。早っ。あ、早。お風呂、今の。パルス。更新。あ、切れてました、もしかして。ちょっとまた。よし。なんかあの、iPhone で、ツイートが、私は土壌の方が可愛いと思うな。あ、そうだ、どうなったんだろう。うん、もう静かに話してると森本レオ。森本レオってどういうナレーションやってる人でしたっけ。どれが森本レオ声かって分かってないんですよね。もう帰る、もう帰る。今3時半過ぎましたよね、ちょうどいい。あ、あらら、フォーク赤いです。収録ずいぶん上がったな。あらら、畳まれちゃって、なんか掃除してますね。自転車乗り、まあ、がターゲットってわけではないんでしょうけど、自転車乗りが多いんで、あのバイクラックとかも置いてあります。すっかり畳まれちゃって、あ、なんか書いてある、なんか書いてある、ああ見えない、あ、なんかあの現場監督みたいな人が持ってるホワイトボードに、なんか書いて、ホワイトボード黒板なんか書いてある。よいしょ。帰り着くのは5時過ぎくらいです。よし、取れた。右岸川上流クランプ部清掃状況、
なんとかエンジニアリング、よし、監督っぽい人が持ってる黒板、小さい黒板を望遠撮影してやってる作業のタイトル分かりました。ラーラットさん、清掃作業だったみたいですね。剥がしてこの下の方をきれいにしてまた元に戻すのか。決定的先っぽり。さて、じゃあ追い風なんかかりますか。定期清掃なんでしょうね、きっと。あれ、裏側についてた苔は取らなかったのかな。おっさん、あ、この放送のリスナー層ですね。しかし、アンケートをまるまる信じるなら20人に1人は独身女性ですから。ん？今日の夕飯があん中に。前の人は結構ホルノ製の、ホルノって言い方か知らないんですけど、水仕事、そうですね。境川源流は前行ったことありますけどね、台風で源流の本当の先には行けなくなってました。台風の爪痕で。あんまり追い風っぽくないな、おかしいな。楽勝で走れるはずだったのに、逆に軽く追い風っぽく感じる。今のは何でしょうかね。飯田牧場は諦めました。というか、あそこ人が多いから、あえてあれを目的に行こうっていうのはあまりないんですよね。ん？大阪小川町で、あの時ですか、富士山登った時ですね。いや、連絡ないです。あの人がインターネットユーザーかどうかも かも分かんないし。あ、ん？独身性クリックしたっていうのは、あなたは、それは、あ、すいません。今おばあちゃんにすごくびっくりされた笑顔で。降りてきてるのかな、これ。多分これヘルメットの上のカメラ見てじゃないのかな、さっきの驚き方は。あー、かわいいな。平日は、しかし私はちょっと仕事上平日はいけない。でも年次休暇取ろうと思ってるんですけど、どっかで海まで、いや、もう引き返してます、今。マヒー、風向き同じ。喋るか。ん？町田、ん？どこですかね、町田なんとか。相原、なんていうか、笑顔で、使い切る、ああ、そうですね、確かに。遊んでる。動物みたい。おばあさんの驚き方がですね、どう表現したらいいかな、こう避けようと手を前にこうやって、はっっていう、こういう驚き方しました。という驚き方をされたので、あの驚き方は危機を感じてというよりは、あれ、もしかしてテレビでも収録してんのみたいな感じの驚き方だと私は思いましたけどね。ん？人形。それでもし気づかれなかったら、それは悲しいですね。主計さんいらっしゃいませ。町田原の橋ですか。おばあちゃん、仕草面白いですよね。おばあちゃんに限らずですけど。相原か。相原って、
あれ何線の駅だったっけ、相原駅って確かありましたよね。相原は信号はところどころ引っかかるんですけどね。私の祖母はちょっと記憶的にはもうダメなんですけどね。まあいわゆるボケてしまって、この間ついに私のこともわからなくなってしまってたというリアルな話はあんまりしてないんですけどね。あ、源流のあそこでしたっけ、相模線でしたっけ、相原駅はだったっけ。まあ行ってんのに。そう、声かけられない。そうですね。ノラ。こんにちは。なんかすごく会釈されたけど、今の人は知人じゃないよな。100歳、本当ですか。それでも、まあもともと祖母方の、あ、こんにちは、今なんか後ろに背負ってましたけどね、なんかアンテナだかワイヤーだかっぽいものが見えた気もしたけど、まあただ私は実家にも長らくいないので、あ、 GoPro、 そう、ただそのためにヘルメットに 200g の重さのカメラをつけてる状態はそれなりに負担にはなるんですよね。カメラ超目立ちます。鏡見てちょっと笑ってしまうぐらいに。あ、 GoPro 私は全然編集せずに、ただ全走行時間をコメント重ねたり、別に録音してる音を合わせたりしてるだけなんで、あとはエンコードとエンコードとその動画をはめ込んで表示する別ページを作る時間だけです。台風姉さん、台風姉さんは個人というよりは八丈島観光協会さんみたいな感じになってるからな。あ、 YouTube で結局この間ニコ生タイムシフトそのまま YouTube に登録したのあれですけど、先週のやつなんかGoPro で録画してコメント重ねたやつなんかはあれで著作権的に問題になりそうなのは、まあ YouTube だから多分言われないと思うけど、 Google マップの地図を使っているところと、あとはそのニコ生でコメントされたそのコメントの文字列自体の著作権ですね。一応ニコ動のコメントはドワンゴでしたっけ、ニコ動の会社側に権利が移ってるんですけど、ヤザルみたい。あ、また鳴った。さっきも確かここで、なんだろう、なんかトラクターみたいなやつが鳴ってんのかな。だいぶ皆さん何ですか今のロー君扱いって。どうしても
八丈島自体の宣伝をするという目的のためにすべて行動することになっちゃうようなところがあって、一回それでやらせてもらったのは面白かったんですけどね、毎回それだけになるとちょっときついなと思って。そう、私はその行ったところは行った瞬間だけ応援してるけど、その後特にそこだけを重点的にあの宣伝し続けたいというのはない薄情な人間なんですよね。バッテリーあれなんですかね。で、まあその宣伝する話をするんだったら、どちらかというと自分の出身地とかをやったりするんでしょうね。またかばしらが。あ、音楽はなんかあるらしいですね、使えるのが。ニコどうだったっけ、ニコ生でしたっけ。うん、あ、喫茶店のあそこですよね、あのギャラリーみたいなとこですよね。あそこのワンちゃんなんて言ったっけな、あ、でも確かあそこでは私はなんか飲食しなかったような、本当に紹介しただけだったっけ。あ、さくらさんこんにちは。プラス8時間0時前ですね、カナダは。うん、このままで。カバシラ結構今日多いですよ、ニコード。あと YouTube なんかでも、私は YouTube でフラッシュゲームの動画アップしたときに、そう、 YouTube 側で用意されているいろんな曲の中からあの動画の時間の長さに合ったっていう、ほぼそれだけの理由で選んだんですけど、それくさい駅、怖い駅です。選んだんですけど、ここは神奈川県です。なぜかその曲のいろんなタイミングとあの動画上のイベント起きた時間が妙に同期してて面白かったですね。でもってそれが 2,3 年前にアップしたのかな。なぜかあれ4000再生、4万再生、桁が違うけどなんかそのぐらい再生されてて、やたら海外からのコメントが多いんですよ。で、私はそのコメントに正しいニュアンスで答えられる自信がないので答えてないんですけどね。この戦法は今使えないんじゃないのかとか、あの私は100ウェーブまで行って死んだとか、なんかそういうのがいっぱい書いてあるんですけど、ここサイト翻訳はかなり危険じゃないかな、特にスラングとか多そうなコメント文字列だと。でもあれが妙に再生されてるんですよね。ん？流れが途切れない。ん？ああ、さっきのあの渡るとこですね。ん？航空三輪行？ん？駒込で煮魚？YouTube はサイバーサイクリストで検索すれば出るはずです。確かタグにそれ入れてるんで、いつも豆まきしてないです。あれ、豆まくのはいつなんでしたっけ。2月14日じゃないんですよね。なんかそのあたりが混じってるんですよ、私は。バレンタインデーとか節分とかが、あ、昨日と。いらっしゃいませ、ブロークイングリッシュ。どうしようかな。英語の文章はまあパラパラぐらいかな、あんまりないですけど。カチコでググっても出ません。ツイッターであの診断メーカーで
なんだっけ、携帯とか iPhone とかで1文字、この1文字を打ち始めて出てきた第一候補の単語があなたがバレンタインデーにもらえるものですっていう診断メーカーが最近いくつかでツイッターで流れてて、私が見たのは地だったんですよね。で、地で私はiPhone で1文字入れてみたらチャージマンと出ました。私はバレンタインデーにチャージマンをもらえる。うん、ナルディさんツイッター上だととかずっと言ってますよね。ちょっと口には出せないですけど、まあ今もそうなのかちょっと知らないんですけど、 Google 翻訳で。あと義っていうパターンもあって、義ガギグゲゴの義、そしたら銀鱗って出ました。喋ってくれるんでしたっけあれって。アラビア語。わあ、これ写真撮るの今日これ10枚も撮ってないな。今日も振り返りは なしです。振り返り放送は意味わかんないですよね。でも昔のマイクロソフトの確か、サポート情報だったっけ。そう、今日振り返りないです。イベントがないとちょっと振り返りのネタがないので。そう、最近茶券なんとか見てたんですよ。うわっと、そう、チャージマン剣っていう大昔のアニメ作品の。日本語じゃなさすぎて面白い時ありましたけどね。何々がハングしますっていうと障害情報の翻訳がいちいち公衆刑が発生しますっていう風に書いてあるんですよね。そうだと同じ場所走るとあんま写真撮らないですね。そんなものネタが満載の時には。水曜どうでしょうって私の影響って何故。茶系の剣が、よくもそんなアニメを。あとあれですね、よくも俺たちの計画を邪魔をする気だなっていう、ジュラル星人のセリフもいいですよね。なんか途中で文章が入れ替わってませんかっていう、よくも俺たちの計画の邪魔をする気だな。精神病院はこんなところっていうふうに医者のお父さんがいた時ですね。お前をこんなところに潜入させたのはっていう。入れ替え料理嘘つけ。でもそこ一応料理ネタはなくはないか。矢顔、そう、過去形と外食、きついってわけじゃないんですけど、お財布的に健康的になんか問題ありそうだなとは思ってますけどね。でもスイカで飲食してると全然なんかそういう財布の中身が減っていく実感がないな。独り言。毎回自転車がきついのはあるにはあるけど、まあきついってほど走ってないですからね、今日とか特に。料理の楽しさ、なんかわ、今回うまくできたなっていうのがあんまりなかったんですよね。いつもながら、財布見せられないな。財布を詳細に見られるといろいろ個人情報書いてありますよね、財布の中の。いや普通それカード入れか。
私は小銭入れ券、券お札入れ券カード入れなんで。歌を、あれはギャグじゃなくて普通になんか笑うところなのかな、あれはどうなんだろう。折りたたんでないです。去年虚婚ですね。下ネタ野郎め。まあ比べたことないからな。私痩せてるとおっしゃいましたか。ん、でかい袋、いや小さい袋みたいな、小さい小銭入れです。今どこへ、自宅に向かってます。ボロー、小学校の時比べるか。新しいバイクの手は今のところないですね。機材の、機材についてのこだわりが、未使用、どうかな。そうそう、100均ショップ行ってさ、この間財布見てこいっていう風にコメントで言われたから、財布見たんですけどね、バリバリのしかなかったです。でこれ放送中に開けたらバリバリって毎回言われるんだろうなと思って買いませんでした。100均ショップのバリバリマジックテープのやつ、ルイ・ヴィトン、ブランドものはなんか逆に敬遠してしまいますね。今の財布はジッパーが完全に壊れてて、フルオープンのままなんです。ポケットの中でひっくり返ると小銭とか全部出ます。だからちょっと使いづらいんですよね。だからちょっとそこでジャンプしてみとか言われると、ポケットの中で小銭がジャラジャラ飛び出しますね。ルイトンビ先送りしちゃうんですよね。あ、小銭だけ。今夜何かな。昨日はまたマルデナポリっていうのを食べに行ったんですけどね、新横浜のいつもの橋の上、どこですか。橋で今まで会った人と言ったら、八木さんとは橋の上で会ったんだったかな、最初は。あれ、最初は違うかな。最初は確か、あー、どこだったっけな。バリバリ、あ、百貨店の、そうですね。おかしい、向かい風だ、絶対向かい風だ。おかしい、絶対向かい風だこれ。納得いかん。あ、これはあそこからあそこに合流してるか、なんだっけ。駅の中でやってますね、マネークリップ。まあどこ行っても変わらんか。じゃあ海軍道路の方行きますかね。あそこ別に走りやすくはないんだけど。あ、ここから分かれてるの泉川か。いや違うな、ちょっと待ってくださいね。あれ今どこ、あれ、あ、全然違う。次の橋で渡って海軍道路、海軍道路、
あの、まっすぐな道があるんですよ。で、そこは歩道が、あの、あ、やっぱり虫が入ってた今。多分虫だ今のは。ミシシッピ川、iPhone like、iPhoneic。あ、そう、スケールないの私も不満です。なんとかしてくださいこれ。そんぐらいできるだろう。なんでないんですかね。なんか喉の奥に引っかかると思ったら、咳したら出てきました。虫っぽいのが。ゲームボーイかマニアックだな。あ、やっぱりこれ上流から吹いてきてる。納得いかん。はえ。ゲームギア。あとは何だったっけ。ゲームギア、あ、ゲームギアでよかったっけ。ゲームギアは確かアウトランとかも出てましたよね。このなんか細い川沿いに海軍道路の方に向かって、ん？ああ、前輪。お、これ前通ったっけ？ん？レンタカー。あれ、この道はまさか初めてかな？よいしょ。いや、それ以前にこれ繋がってんのかな？行き止まりかな。あの、なんていうか砂利道というか滑らかな土道です。あ、お、あ、あと本当にこれ大丈夫かな。あ、行けそうですね。しかしゴミがひどい。うわー、ひどいなこの辺り。なんすかこの無法地帯。カラスなんか原型とどめてない自転車とかも捨ててある。冬もおひどいな。ワンダースワンカラー、なんか GPS ログ撮ったりするのもありましたよね。ワンダースワンじゃなかったかな。まだ春にはちょっと早いと思うんですけどね。なんで消火器まで。この辺りなんか完全に無法地帯なんで監視されてないからでもないんだろうけどな。いや、こっち側に行ってればいずれ海軍道路に出るはず。ゴミひどいですね。ああいうとこに捨てる人は足の小指を石をぶつけまくればいい。うらぁ、あ、小指の上で。小指の上って大体気が早いですよね。すいません。ふう。花を植えると、あ、本当ですか。捨てる人の心理はよくわからんけど。お、初見さんいらっしゃいませ。ゲームウォッチ。あ、そういえば、1時半からやってて、もうすぐ3時間ですよね。もうそろそろ本来だったら、町田、まあ、そうですね、結構近いかな。よし、GoPro まだ稼働してる。今日はその GoPro の USB 給電で、外部給電で本体バッテリーの2時間半という制限がちゃんと、突破できるかっていう実験もあったので、まあ3時間超えればもうそれで。お、こんなところ、こんなところ呼ばわり。ゴミ、あ、しばらくやってないですね。またやらなきゃな。
シャドウカメラ、シャドウ、よし、今のところ人一人しか行けなかったですね。まあ人同士だったらさすがにすれ違えるかな。撮り方、あ、そう、あんまり近いとあの びっくりさせてしまうんで、ん、消火器を、なんで消火器を、そう、影がこの状態ですってわかるかな。ん、コーディングで、コーディングってそう、頭にあの GoPro っていうかなり目立つ、ん、 LG21 あれですか、ヨーグルト。一瞬 LG って聞いてあの液晶モニターとか思い浮かべてしまった。私 LG の液晶モニター使ってるんで、囲まれたレジキですねあ、あそこ、え、通り抜け禁止、あそこ指導になるんですかね、私通りになるんですかね、あそこ。恵方巻き食べてないです。恵方巻きはなんであんなに急に流行ってるんですかね、いまいちちょっと、ん、何バイト、んインフルエンザ、いや、またそういうのか、またそういうのか、踊るな踊るな。まあ実際に効果あるかもしれないですけどね。殿様、今のこの GoPro に比べればこれまで使ってたあのウェブカメラなんてほとんどつけてないも同然ですね。手ぐらいに目指します。5、6年、あーですかね。で、こっからずっとまっすぐ行ったら海軍道路か。まあ車多いけどいっかラーメン、チャーハン、あ、さっきの店ですかね。ちょい狭いな。あ、そういえばあのステマも流行ってますよね。ステマ、コーヒーおにぎりがマジですか。ん、栃木、恵方巻きってあれ本当になんかあの急に流行りすぎですよね。まあ去年アーツさんちで私もやってますけど、恵方巻き放送なんであんなに流行ってんだろう。やっぱりメディアの威力ですかね。うん、でまあ私だったらこれパナソニックになるのかな。パナソニックとか、あと PC 側で富士通とか、昔パナソニック PC も使ってましたからね。はあ、誤解だった、はあ、ちょっと面白かった、はあはあ、あのステマの可能性ゼロにするためには商品を一切扱う、あの商品に関して一切触れないでいかなきゃいけないですね。あ、さっきコメントにあったメガネ市場、ちょっと今登ってました。ん？本？あれか。メガネ、私はあのファッション的なセンスというのか、ファッションの目がないので、あのメガネ屋さんに入って、あ、これかっこいいなみたいなのを選ぶっていうのを想像すらできないので、なかなかメガネ屋さん行けないんですよ。ん？真っ暗、電波悪いですかね。パナサイクルニスト、そう、アラレちゃんメガネと言われるぐらい今時にしてはでかいレンズですよね。今つけてるのはこれよ。ファッションセンス、あ、大丈夫ですか電波
ヨン様ってどんなんでしたっけ。ヨン様ってマフラーのイメージしかない。むしろマフラーだけでもヨン様っていうぐらいには思ってないけど、どんなメガネだっけ。縁が結構目立つやつですよね。あ、頭がいいタイプってまた言われた。同じとか。おしゃれメガネ。ああ。そう、これもろに昭和のやつですけどね。大学生の時のなんで。大学生は今から20年ぐらい前か。あ、顔の印象、そう、それもありますね。なかなか選ぶ勇気がない。その前の縁なしでした。物持ちというか、これ本当に壊れないんですよ。扱い荒いのに。なんて言ったってチタン製なんで、結構あの表面塗装は剥がれてるんですけどね。本体は今のところビクともしてないです。結構メガネって人間の顔の汗とか、つまり塩水とかにかなりさらされてる環境だと思うんですけど、それ考えるとすごいですよね。ん？下縁というと、下だけ縁があるようなメガネですかね。ザマスメガネ。とりあえずあの釣り目で尖ってるやつですよね、端っこの方が。ザマスメガネっていうと、スネ夫のママかな、イメージとしては。自分の子供のことスネちゃまっていう人ですね。黒縁か。ベッコ、あー、ベッコってありますね。アイバンは確かサングラスのメーカーでしたっけ。サングラスで有名な。レスクもなかなか勇気が。ウルトラアイ、あ、セブン乗って、あのセブンか。あれはなんかあのスティック状のものからビット出てくるんでしたよね。あれ違ったっけ。クッカーはチタンじゃないんですよ。そうだ、クッカーって言い方があったな。ん？メガネっ子、そんなことないと思うな。まあメガネしてるかどうかわかんない人もいっぱいいるけど。熱烈カルビ。ハマキ、あー、なんかイメージとしては軍人っぽいな。あ、そうだ、これ言ったっけ。今日はですね、あの GoPro のヘルメットの上の位置をちょっと後ろにずらしました。どうもなんかあのヘルメットが前に傾いてくるんで、ちょっと固定に無理が出てきてるけど、この間の続きの里山走った時よりは若干あのヘルメットがメガネにカチカチ当たらなくなってます。ん？スポーツ用とかあるんですかね。でもそれはあれですね、多分あの仕事の時とかとは別にかけるメガネってことですよね。私は TPO に合わせてメガネ変えたり全然してないんで。ん？データランド？ん？スポーツ用が？ん？スポーツ用が今なんて、すいません、聞き逃した。ん？大田区行ってマウント作ってもらうと、なんかそういう板金屋さんみたいなのがあるってことですかね。そうそう、あのツイッターに書いたんですけど、うわ、あの GoPro ヘルメットにつけるときに今専用のマウンター使って防水ケースに入れた状態で、ちょっと頭の上に伸びた枝が伸びたみたいな状態の上につけてるんですけど、これヘルメットにベタっとつけたい、本体だけで。 GoPro 本体が直方体な真四角なんで、それがスポッと入るような浅いアルミ製かなんかの枠を作って、でその枠自体をヘルメットに縛り付けて、で、あ、止まってます。で、上からまあベルクロなりゴム紐なりで固定できたら、あの軽く固定できて、しかも動かないと思うんですけどね。
旋盤で、うん、サランラップ、そうレンズのとこだけはなんとかあの守りたいんですけどね、カメラ目立ちます。まあそれもあって、特にあの頭の上にこのなんか枝が伸びて上にカメラが鳴っているように見えるんで目立つんだと思うんですよ。ヘルメットにあの直にくっついてる状態だったらもうちょい見た目のあの珍妙感が薄れると思うんです。技術部でも本当工作としては結構簡単だと思うんですけどね。アルミの板をあの箱が作れるようになんていうかあの太ったプラス型にまず切り抜いて、でその出っ張ったところを上に向かって折り曲げるだけのはずなんですけど、あでもベルトを通したりする穴もいるか。カメラの三脚、そうびっくりしたのも、まあお警察的には私はこういうのやってるのはどうなんだろうな。あ、側頭部ですか。側頭部だと両方につけないとバランスがちょっと取りにくいかなと思いますね。あと側頭部にしてもブラマウント、あ、ちなみにあの自転車のハンドルつけるっていうの方が一番楽なんですけど、あ、そう今日これ先に放送の最初の一遍言ったか、あの自分の向いてる方に向けたいカメラを。そろそろちょっと鼻すすりが増えてきましたね。ん？何をつけてるのは？横につけるにしたってこのなんていうのかな、そう支持する棒が出っ張った先に何か物がついてるっていうのはすごく変に見えるんですよね。あと側面につけるんだったらあのコンツアーっていう GoPro の競合製品みたいなのがやっぱりビデオカメラがあるんですけど、あっちの方が目立たなくていいでしょうね。ただまあそれにしても片っぽだけつけると重さにバランスが両方に、そうですね、実際に GoPro マラソンはかなり揺れてきついと思います。モザイク、まあ確かに顔がはっきり分かりますからね。いや、ああなるほど、前後方向ですか。それも面白いな。競技用の、あでもお高そうですね。いくらぐらいなんだろう。完璧なソリューションというかなんていうかあの全部解決するんだったらその今の時点でも相当なもんですよ。カメラがついてるだけじゃなくてそのカメラの横からの給電用のケーブルが伸びて横に束ねてあるんで、あ、メガネフレームのやつありますね。あとスキーのゴーグル状のやつも、え、可動式に、ん？顔出し資格なし？この先が瀬谷駅ですよね。配信機材、この間先週の放送でコメントがあったライブシェルだかライブボックスだかっていうユーストで放送できるやつも、あれも結構決定的ですよね。少なくともあのコメントのやり取りさえなんとか解決すれば。もうそろそろ海軍道路と言っていいあたりかな。で海軍道路といったらその歩道で自転車と歩行者が分かれてるあの幅の広い歩道なんですけど、あの桜の根っこが出っ張ってむちゃくちゃ走りづらいんですよね。あ、レアクスさんは今のはどの情報ですかね。あの競技用のってやつですかね。ありがとうございます。見てみます。メットの、そうですね。あ、そう地図が出てるのあれは普通にブラウザ上で JavaScript を動かしてる
何の製品も使ってないやり方なんで、あ、そっか、でもコメントとか地図ログ、地図 GPS ログとかは一旦データベースに入れてから整形して取り出してるんで、誰でもあれ汎用的に利用できますよっていうのは言えないか。先日のツイッターでそのコメントと地図のレイヤーをあの早送りで再生するための HTML のページをあの作りましたっていう URL と一緒にツイッターで書いてるので、そこにアクセスしてソース見ていただくと何やってるか分かるんですけどね。でも超汚いソースです。あ、でも地図の中で移動している方向のあの矢印、今ここと同じような赤い矢印があるんですけど、まあ、矢印というか矢なん、矢だけでなんですけど、矢じゃない、ジリだけか。ん、ウスターあれ実はあの36方向分のアイコンを全部作ってます。で、スクリプトの中で2つの座標を与えると勝手に向きを計算して、矢尻を書いてくれるんですよ、地図上に。という作りしてます。あ、海軍道路ってこっち側も歩道あったのか。ウルトラアイ。おっ。ん？ 12 分で6時間？ん？12分で6時間っていうのは、ん？なんだろう。うん。一行き中、あ、安いですね。あ、もしかしてサングラスの方の、メガネのつるに入ってるやつですかね。あれは確か VGA サイズの動画撮るやつだったかな。あの手のやつも、ん？つけまつげ？なぜ？あ、こっちが結構根っこ出っ張ってなくて走りやすいな。というかこれって場所によるんだったっけ？で、右手の方が米軍の海軍でしたっけ？の基地でいいのかな？基地ですよね。ん？放送の時間が？キャリーパムファム。そういや、キャリーパミュパミュという人、私は見たことないですけど、あなたの名前はキャリーパミュパミュっぽい名前をつけたっていう、あの診断メーカーもありましたね。ペプシ、ペプシコーラとメロンソーダを混ぜたやつですね。前ネカフェ泊まった時に作ったやつ。あ、やっぱりこれ多分管理してる区だか市によって舗装状況が違うんだな。キャリー映画ってありましたっけ？すごいとこですか？この辺り。どう？うん。あ、ニコ生ってだったのか。知らなかった。とうとうってん？あ、道具を出すときみたいな言い方でキャリーパムパムって言うんですかね。キャリーパムダメだな。
パリって、やっぱ知らないな。今頭の中に出てきたのは、なんか有名な作家が山小屋みたいなところでファンのちょっと頭おかしい女性の人に捕らえられて、で逃げないようにって言って足を折られたりするやつ。あれなんだっけな。あ、ミザリーか。ミザリーでしたっけ。あれはキャリーとちょっと似てますよね。あれも恐ろしいですよね。あれはなんかテレビで見たんだっけ。小さな女の子がポルタガイストじゃなくてミザリーでしたね。よっと、やっぱりさっきの南側の方はこれリーダケですね。あ、走りやすいかどうかっていうと、ん、そうなんだ。この歩道はですね、北側半分ぐらいはちょっとこの木の根っこが出っ張ってて走りづらいです。かなり。ストーカー、あ、そうか、ストーカー映画ですね。ミザリスナー、ミザリスナーって。あ、超能力。マウンテンバイク、そうですね。まあロードバイクでもパンクまではしないと思うんですけど、かなりかなり手に負担かかると思います。ガタガタきて。あ、今日本当に運動だけだったな。特にイベントなし。そう、いい天気なんでちょっとでも走っとかないと1ヶ月くらい後悔するかなと思って。ラストシーン見てないから言わないでくださいって見る予定もあるわけじゃないけど、ん、キャロライン、キャロラインといったら大草原の小さな家ですよね。40代としては。お、ベリー走らせる。私あっという間になんか音を上げるからダメだと思いますけどね。中に飯、あ、ご飯炊いたことあんまりないですね。何度かありますけど、あとはもうずっとスープパスタ。最初の頃なんか、そうだ、あの伊豆、今日ちょっと途中で行った伊豆崎、伊豆半島の伊豆崎っていうところに行ってキャンプした時に米炊いたんですけど、えらいことになりました。なんか下こけてるくせに途中真ん中の方はおかゆになってるっていう、どこにも食べられそうなところがないっていう。あ、ポイント、広告によるポイントですか。広告によるポイントですね。やってみてもいいですよ。しばらく前から広告が申し訳ないなと思ってたんで、この間もいきなり1000ポイントでシルバーチケットをくれた人に対してそのチケット腐らせて無駄にしたっていう、ちょっと我ながらひどすぎることをしましたね。ので今日は初めてそれを思い出して、今日松屋もう行ってきたから今日夜は行かないです。思い出して放送開始するときにオフにしときました。まあ、広告自体を拒否するっていうのもなんか失礼かもしれないんですけど、半号、いや、まあ確かに半号じゃなくてスノーピークの小さいクッカーだったんですけどね。そう、広告ポイントでもらったシルバーチケットは1週間だけなんですよ。ん、アルファ米、あー、お湯入れるだけでできるやつですね。前それやったら本当にできました。
本当に普通のご飯がお湯入れただけでできた。でも高いです。あとできるまでちょっと時間かかります。松屋で朝定食なかパッパ上手な、そう、火を操るの上手い人いますよね。そう、宣伝ちょうど今日宣伝オフにしたんで、そうで、運営からもらったシルバーチケットはなぜか10日間の期限なんですよ。広告でもらったのは1週間なのに、逆だろって思いますけどね。運営からもらう方よりもなんとなく一人広告でもらった方が心こもってますよね。まあ運営が心こもってないとは別に言わないですけど、逆じゃないかなと思うんですよね。そっか、ああ、私はもうスープパスタなんで失敗しようがないぐらいです。どっかに放置したままどっか行ってしまって水がなくなってしまわない限りは、焦げたり煮えたりなかったりする要素がどこにもないから。変なところ、あれなんでなんですかね。両方10日でもいいと思うんですけど、1週間だと翌週の同じ時間までしか有効じゃないですよね。まあ予約しとけって話でしょうけどね。チケットもらえる条件は推測でしか出てないですね。確かニコニコ大百科の、なんだっけ、無料予約チケットだったかなんだかっていう記事にいろいろ書いてありました。自衛隊のレーション、ジェットボイルってあれですよね。確かシューマイとか温めるやつですよね。私はあれやったことないんですけど、ジェットボイルシステム、バッテリーはまだまだ余裕だと思います。だいたい私ホームページの機材のページだと、機材の紹介のとこだと外部バッテリーで4時間ぐらいって確か書いてるんですけど、もうちょい長い時は6時間ぐらい持ってるみたいですね。ん？ダメさをディスる生徒派が失踪してます。クワイ、最後のクワイってのはお名前ですか、クワイさんですか。泥の中で実がなるあれですかね。私の福岡の実家だとお正月の雑煮の時に必ずクワイが入ってるんですけど、新幹線で。新幹線の中でやって、あれ、そうそう、あの時新幹線は喫煙可だったんですよね、全面的に。あの時代は、うん、もう U ターンしてもうすぐ家に着きます。ん、発電できる。漫画の中で新幹線の中でタバコ吸い始めたところで、後ろのお母さんから子供がいるんで遠慮してもらえませんかっていう言われるっていう、あれは禁煙とかで吸ってるんじゃなくて、新幹線が前、その禁煙喫煙が分かれてなかった時ですよね多分。漫画いつ頃だったかは知らないんですけど。ん、アウトドアグッズの紹介ですか。あーって言えるほど私はアウトドアってないですけどね。本当になんか真似事してるだけみたいなぐらいなんで。ん、炭酸で、今のは、あ、そのなんかジェットで発電するってやつですかね。あ、追い風になってる、いつの間にか。ちょっとだけ西風、カプンコ、カプンか、90年ですかね。そう、私は今都会に住んでます。ちょっと行ったら里山とかあるんですけどね。その北海道の田舎の方とか見てきた私としては、まあこの辺りは大都会ですね。
海道で自販機を探して数十キロ走った時ありますからね。アウトドアでも道路を自宅に戻って今日の動画の編集かな。できれば今日の夜の間にエンコードしとけば。でも今日これ、1時半からだから1時半から今4時半で3時間で地震対策いやーやってないですね。まあキャンプ装備をそのままキャンプ装備のパニアバッグにしとくかな、とりあえずは。でも食料とか何もないんですよ。私は自分の家の中に食料があったらことごとく食い尽くしてしまうんで我慢できなくて。でズーラッシャーは今なんてこの先60、確かあの時は3、40キロ走ってやっと飲み物を見つけたんだったかな。北海道だとですね本当に飲むものが入手できないところが何十キロってあるんで、言うだけだが。明日どうしますかね。松姫峠とか久しぶりに行きたいんだけど、ん、あ、分かる、すみません、今のどれだったっけ、どの話してたっけ、行った瞬間に忘れてる。そう、中原街道方面です。あ、食い尽くす話かな。我ながら意志が弱いなと思うんですけど、夕飯はどうしようかな。野外食事、うん、暖かければできそうですね。管理する人が、そうですね、アドミニストレーター募集中。先日の夜にダメな小学生ですね。あ、そうそう、エコフの話、確か私言おうとして途切れてましたよね。なんか今朝あたりから iPhone のエコーフォンがですね、何の設定も変更してないのに Twitter で自分へのメンションがあるたびになんか勝手に通知してくるんですけど、これってエコーフォン側の設定には何もなかったので、あれかな、 iPhone のシステム側の設定の通知設定で変えればいいのかな。なんかエコーフォンさんがうるさいんですけど、今日から、昨日今日あたりから通知設定のとこですかね。武蔵小杉の何ですかね私が住んでるのは横浜線中山駅の近くです。点滅はあれは実は LED の赤信号というのは結構な高速で点滅してて明滅してて、それがこのウェブカメラで撮影すると周波数が近くてチカチカして見えるらしいです。周波数が全く一緒だったらつきっぱなしか消えっぱなしかになるんですけどね。そう、エコフォンっていうツイッターアプリがあるんですよ。松姫峠、多分除雪されてるだろうと思うんですけどね。でも今この体力で松姫峠登ったらきついだろうな。できれば笹子峠あたりでやりたいんですけど、笹子峠調べてみたら去年から通行止めになってますね。笹子峠、黄昏、もうそろそろですね、日暮れ。一応日の入り的に言ったらもう20分かなぐらいあるはずなんですけど、風は私がなんかこの鼻すったりしてるのがですかね。体調は今のところバッチリです。あー、脱獄したらどうなんですかね。脱獄してどういうあたりが何ができるようになるんだったっけ。キャンプ？タイムライン、あ、タイムラインはですね、ついこの間までは全く見てなかったです。最近はたまにタイムラインを見たりしてます。脱獄っていうのは iPhone の、iPhone の保護機能というかシステムのいろんなところ変えられる
アシストのいろんなところを保護している機能をカットしてしまうことですね。ジェイルブレイクで自由になる代わりに保証はなくなる。確かの PSP とかでもエミュレーターを動かすために制限外してどうこうなんていうのがあるんでしたよね。あれと同じ話だと思います。ちょっと閉鎖になってました。一応あの山梨県の林道情報を見たら、県道情報か、あの辺りだったらリハビリにちょ手頃なんですけどね。キサリ峠でもまた行くかな。放送で行くのは3回目か4回目になるけど、アップデート、あーですよね、 Wi-Fi 切ったり、あーそれはいいな。ハッカースーパーハカー、現在地はかわいい本町歩道橋です。歩道橋か、自由、あれどうなんですかね、 どのぐらいメリットがあるか知らないんですよ。いや、リハビリっていうのはしばらく峠行ってなくて体がなまりきってるからです。登る足が、あ、元に戻せる。うん、でもうすぐ今日の放送始めたあたりまで戻ります。コリーか、え、今のコリーですかね。怪我なんか、あの、なんていうのかな、バレンタイン、バレンタインは新手のスポーツドリンクですね。バルタン D っていう、あの昨日も地図見てどこ行こうかなって思ったんですけど、思いつかないな、ちょうどいいところが。てかなかなか行きたいところが、そう、ズーラシアすぐ近くです。上野富士登山、この間行ったら冬季閉鎖されてました。川場富士が、あ、そっか、このその前にも行ったか、小山町で誰もわからない、すいません。って分かったんですか、もしかしてバルタン D 新手のスポーツドリンクかっていうネタはどっちだっけな、3年記念組だかハイスクール記念組だかのネタですね。雪祭り？ん？ハンガデバ、あれなんて言うんだったっけ？バレンディンでしたっけ、あれは。あの、するやつ。あ、ゴミ収集、そうですね。卵漁。和田峠は雪的にどうなんですかね？あそこあと電波ないはずですよ、確か。まあ、GoPro 撮りに行くというのもありますけど。道し道か、苦手なんですね、あそこ。ん？ズーラシはハゲの人が行きづらい、なんでだ、トンチかな、あ、ズラだからか、やっとわかった。で、道し道はあの車が多くて狭いので、なかなかあのちょっと休憩っていうのがしづらいんで苦手なんですよね。ん？今なんて言われましたかね。諏訪湖、御神渡りって、そうか、寒い時期だから今か。そういえば昔、笹子峠のところから諏訪湖まで行ったことがあることであるな、夏に。道し道は、
トレーニングとしてはかなりいいらしいんですけどね。そうそう、山中湖に至る道ですね。橋本あたりから、あ、さっきの上に帰ってるのあれは、通ってるのはあの横浜水道っていう、まあ水道、水ですね、水。コーラ飲んだことあります。ペプシもコカ・コーラもあります。メッコールも確か飲んだことあります。 GPS は、あ、電波関係ないです。iPhone とかの地図をダウンロードしながら使うやつとは違って、あ、JSATのパラボランテ、ここから見えてたのか知らなかった。この近くにあの衛星なんて言うんだろう、衛星との通信をするパラボラアンテナが立っているところがあるんですけどね。それからリコーラ、前確かカロリーゼロ、糖分ゼロ、あと何ゼロだっけ、カフェインゼロ、いろいろゼロなコーラ飲んだことがあります。なんかなんて言ったらいいのかな、ああいうのはなんかいろいろと足りない感じの味でした。足りないというか、なんか違うものな感じでしたね。なんか後味がないっていうか、水分ゼロ固体なのか、固体じゃなくて粉末ですよ。そうなったら香料、味の違い、あ、私も、あ、そう、城山湖って、そうですね、ちょっと検討してみます。それはありがとうございます。でもあそこも電波あるのかな。で、城山湖だったら、まあ上りの練習ぐらいにはちょうどいいぐらいかな。あ、川沿いも終わっちゃいました。社会川離れて八王子街道じゃないや、海軍道路の方を通って八王子街道を通って今戻ってきました。で、この後梅田川に入ったらもう放送開始したとこですね。今年の夏はですね、青森、去年の夏に、あれ去年じゃなくて一昨年か、あれ一昨年、いや2000、うん、一昨年ですよね、一昨年行ったあの秋田県の東の城からスタートして青森に向かうっていうのがいいかなと思ってます。でも北海道も久しぶり行ってみたいな。何年北海道行ってないんだっけ。こんにちは。もうすぐ放送終わっちゃいますけどね。北海道やっぱり泊まる場所をそんなに考えなくていいのが楽ですね。だいたい徒歩宿、ユースホステル、キャンプ場あるんで、まあないところは本当に民家も自販機もないですけど、うん、泊まる場所は本州に比べたらだいぶ選びやすいと思います。近場でも、ああ、前このすぐそこあたりでありましたね、秋田のキワさんですね。野代じゃない、八郎潟の道の駅か、200キロ走ったこともありますよ。あれ170キロだったかな。預けたテント、もう後釜買っちゃったので、ん、な、何取りに、まあでも北海道に、青森通って北海道に渡れるところまで行ければ、まあ同時に願望を満たせるんですけどね。ヒグマは本当に能登半島じゃないや、なんだっけ、知床半島の方とか本当にいるんで、北海道結構行きました。マイナーのところはあまり行ってないところ多いと思いますけど、メジャーなところはかなり行きました。行ったことない場所は細かいところいくらでもあるんですけど、メジャーなところで行ってないところって、あとどこが残ってるかな。あ、釣り、女子も、え、釣りやってると女子が釣れるんですか。もしかして今釣り人が持てるトレンドなんですかね。トレンド、幸福駅行きました。帯広ですね。幸福駅と愛国駅行って、で確か愛国駅の前の、愛国駅の前でなんか、その時は騙しの島田さんって人と一緒に走ってたんですけどね。あそこで食べたあれなんだったっけ、あ、そう、メロンだ。あれが、メロンが安くて美味しかったですね。
青森、いや青森今まで行かなかったのは単に遠かったからなんですよ。一気に北海道まで飛行機で行くか、どっか手前から、おっと、真汐は2回行きました。裏展望台に最初行って、あ、そう、ツイッター始めましたね、島田さん。裏展望台に初めて北海道行った時に行って、上の小池を見て、次に行った時には第3展望台、第1展望台と行きました。ん？な、何散ってる？ま、マリなんとかって聞こえたけど、マリモか？あ、知床行きました。知床では初めてツーリングで1日自転車走るの休んで、ゴムボートツアーに参加しまして、記憶力、レポート書いたところはよく覚えてるんですよ。で、知床半島の先の方までゴムボートで行って、で、ニシン番屋みたいな、その漁の時だけ人がやってきて滞在するようなところの船着き場に止めさせてもらったら、向こうから中くらいのクマがやってきて、で、鳩場の、白神山地まだ行ってないですね。通過したんだっけ？で、クマがやってきて、鳩場って、その船がこう船着き場の斜面の両側にこう突堤が出てるんですけど、手前の突堤に我々がいて、向こうの突堤にクマがやってきて、でそこら辺を嗅ぎ回った後に戻ってきました。本当目の前だったんですよ。で、知床は本当にクマ普通にいます。なんていうか、柵がないクマ牧場みたいな、まあ牧場ほどいっぱいいませんけどね。いや、死んだふりするどころか、宿のオーナーさんは、そのツアーの主催者の、驚かすと逃げるから、みんな静かにしててって言われました。ラフティング、ああ、いや、それは結構あるんじゃないですかね、もう、かなり動画として。あ、5時。ちょうどいいですね。日暮れ10分前ぐらい。今日はなかなか GoPro の頭の重さはそんなに負担にならなかったです、まあ、見た目的には人が避けるような状態にはなってると思うけど、首の負担はそんなに感じなかったですね。やっぱり重心が重要。この間結構前寄りに GoPro があったんで、ヘルメットが押し下げられる形になってたんですけど、今日はそうでもない。できればもうちょっと後ろ下げたいな。109g、 168円、何の話ですか。私の家耐震はあんまり大丈夫じゃないかもしれない。そう、貴重な体験で動画も撮ってるんですよ。それはレポート、ホームページのレポートで、あ、初めて、ああ、北海道ツーリングした時の配信ですね。日が伸びましたね。4時半に日暮れとか冗談かよっていう状態でしたけど、ん？ GoPro、 いやー、もうちょっと改善したいですね。ん？今日は境川遊水地情報館のとこまで行きました。片道20キロぐらいかな。で、往復40キロの運動です。カメラユニット、本体だけにしたいんですよね、とりあえず。うん、明日もお休みです。今日は高かったです。じゃあなんだっけ、横浜線沿い出たところで放送終わります。うん、地震でずれた。結構何十センチとか何メートルだっけ単位でずれ出たんでしたよね、どっか。明日、いや、朝一は多分やんないんじゃないかな。まあやったとして10時かそこらからだと思います。まあでも家出るんだったら早く出といたがいいな。ゴアマ、一瞬何かと思った。ん？サドルが？私はサドルはスペシャライズドのボディジオメトリーのスポーツだったっけ、割と柔らかめのやつです。今確かこのモデルもう出てないんだったかな。1時間、そうですね、前年末に
鹿児島行った時とかはかなり下がりましたね。まだ明るいのかっていうコメントがよくありました。でサドルブロッコリーはまたかよ。サドルブロッコリーネタは元ネタは何なんですか。あれは2ちゃん的なネタなんですかね。サドルがブロッコリーに変えられるネタ、あ、アニメ、サドルがブロッコリーになるアニメがあるのか。じアニメネタだったのか。ん、東大、東大というアニメということですかね。なるほど、それであんなに広まってんのか。私カメ好きですね。ん、いたずらしてた。日常という、ああなんかあったな。自宅までしないしない、別に自宅知られたからといって、ストーキングされて嫌がらせされるとかいうのは多分ないと思うんですけど、まあいろいろめんどくさいですよね。可愛い子は罪、ん、何何、東大生がリアルでそういうネタをやって捕まったんですか。捕まるほどのことをやったのか。その中山駅もうすぐ近くですね。あっちに向かっても1キロないぐらい、いろんな人が、うん、そうですね。さてじゃあここで終わります。できれば最後にまた時間合わせしときたいな。じゃあちょっと待ってくださいね。サドル入ってた、それはわかるだろ普通。じゃあ30秒でいいか。17時5分の25、26、27、28、29、30、よし、これで今 GoPro から見えてたはず。 GoPro は映像だけで、マイヘッドセットは音だけの撮ってるので、でコメントもまた後で押したいので、いろいろとタイミング取らなきゃいけないんですよ。自由にみんなが、前なんか餅つき大会とかやってましたけどね。じゃあありがとうございました。今日は特に寝てなかったですけど、また GoPro でどんぐらい撮れてるか見てみようと思います。じゃあありがとうございました。あ、キヨさんありがとうございます。